もし釣りが仕事の妨げになるのなら仕事の方を諦めなさい。はい、今日の海です。今回はですね、全然違う動画なんですけど、イカ釣りに来たんですね。で、本当は水イカ狙いだったんですけど、水イカも結構終わっちゃってるので、モンゴウイカがいいということで、モンゴウイカ釣りに船を出しました。結構これわからないんですけど、雨も降ってるし、結構風も強かったですね。竿は大量に持ってきて、持ってきました。あらあら、これも持ってきましたよ。これ道具はですね、もう準備万端ということで、ちょっと反応があったんで、ここで止めて狙ってみました。そしたらですね、3人で釣り行ったんですけど、みんな釣果ありということで、立派なですねモンゴウが釣れました。自分が釣ったのが一番多かったんですけど、 1.5キロで、この間青島でですね、見た売ってるモンゴウを見たら、1杯が5000円ぐらいで売ってたんですよ。だからまあなかなかのサイズでした。で、一番厄介なのはこのモンゴウのですね、墨は普通のイカと違って石鹸でも落ちないぐらいちょっと強力なんですよね。味は最高にうまいです。だけど何ですかね、釣った初日に食べても美味しくないんで、やっぱ2、3日寝かせて凍らせて食べた方がねっとりして美味しいんですよ。天ぷらとかですね、まあゲソはゲソで唐揚げとかでも美味しいと思うんですけど、まあいろんな食べ方で食べてみたいと思います。あとここ実家なんですけど、実家にも全部やったんですけど、やりました。次はですね、カツオ釣りに行きます。